こんにちは、ゆかりです。今日は久しぶりに晴れたので、高ぼっちに来ています。長野県で、富士山が見える撮影ポイントの一つとして、とっても有名なところです。やっぱり晴れたのでね、皆さん写真撮りに来ていらっしゃる方いらっしゃいますね。ここから諏訪湖が見えて、その奥には、富士山が見えます。今日ね、うわー、軽かな、これ富士山なんですけど、富士山も見えています、はい、こんな感じでピンクの雲があって、はい、いいですね。空気がとっても澄んでいて穏やかな気持ちになりますね。ここは高ぼっちの頂上です。後でまあお見下ろしのに、ね、なるかもしれませんが、私の撮った写真も公開したいと思います。ここの場所は駐車場から歩いて 7,8 分のところですね。ちょっと階段を登るような軽いハイキングをしているような感じのイメージでここまでたどり着くことができます。どんな感じで見えるかちょっと近づいてみますかね。眼下に見えるのが諏訪湖ですね。諏訪の町です。ここに富士山見えますね。ちょっとズーム早くて目回っちゃったらごめんなさいね、はい、では私これから写真撮影に入りたいと思います。一回動画切りますね。はい、高ぼっちから帰ってまいりました。まず撮った写真を見ていただきたいと思います。ちょっとお目汚しになると思いますが、温かい目で見守っていただけると嬉しいです。ではどうぞ。
はい、お目汚しで、お目汚しの写真だったと思います。まあ、皆さんに見ていただくこと、また師匠にアドバイスいただくこと、もちろん皆さんにもアドバイスいただくことによって写真どんどん上手に上達していければいいなと思います。で、今回動画にした写真は全て私 JPEG のデータのみで撮影をしています。ローデータですねは撮ってないです。はい、ローデータ撮るとなんか私の中のイメージですよ、なんかね、適当に露出とか、シャッタースピードとか適当で、なんか暗めな写真もピュッてやったらなんか明るくなっちゃったり、その逆で明るく撮りすぎちゃった、ちょっと明るく撮りすぎちゃったからもうちょっと暗くしてみようかな、ピュッてやればね、なんか綺麗な写真になるみたいなイメージがあって、だったらそこのピュッてやるのを写真を撮るその場で考えて、シャッタースピード考えて、露出を考えて、考えられてないですけどね、考えて、社会深度もう考えられてないですけど、考えられる範囲の中で考えて、カシャってシャッターを切る、その方がいいのかなって思います。実は私の師匠もやっぱり、まあ、同じようなことを言っていて、昔フィルムだったよねと、フィルムの時代はまずフィルム買うのにお金が いるよねって、で今度フィルム現像に出すよね、そこでお金がいるよね。フィルムっていうのは1枚の写真にお金がすごくかかるんだよって、だから昔はその1枚1枚を大切に大切に撮ってきたんだよって、これがリバーサルフィルムになるともっと高かったよねって、今はデジタルだからね、カシャカシャね写真撮ってね、ちょっとロー現像でピュッて明るくして、わあほら綺麗な写真でしょってできるって、それにまあ最初の初期費用はちょっと別ですけどね、お金がかかることがないと、一枚の写真の重みってどうなのかなってその話を聞きながら私は思いました。ただね、一個だけ言えるのは、私みたいな素人、ど素人が写真になれるためにデジタルを使うのはありだって言ってました。とにかくシャッターをたくさん押すことによって、いろんなものを見ることによって自分の目が超える、自分の目が超えて写真の基本構図とか、光の使い方、光がどういう風になって影がどういう風に出るのとか、そういったことを自分の体で感じて学んでいくことがいいんだよっていう風に教えてくださいました。では今日はそんなわけで高ぼっちに行ってきました。またこれからも、撮影してした写真をね、どんどん上げていこうと思います。でその写真に対してこうがいいよ、ああがいいよっていうご指導をいただけると嬉しいです。コメント欄等でね、教えていただけたらいいなと思います。では今日はこれで終わりたいと思います。またあトットさんよいしょ、はい、トットさんと一緒に、ではバイバーイ。